曜日ですよね。月曜日お疲れ様です。3月の最後、月曜日ラスト、月曜日お疲れ様です。頑張れたかな一日。広島は雨だったよ。雨だったからもう髪がボサ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 だよ。年度末で大変です。いや大変そう。年度末って忙しいって言うもんね。月末が忙しかったりするよね。体調に気をつけて。いや本当にあっという間に3月が終わります。福ちゃんお疲れありがとう。陣内さんお疲れありがとう。新一さんお疲れ。ゼータンお断りです。陣内さん花見ら。石川先輩かわいいありがとう。尊いもありがとう。でもお断りです。新一さんお断りです。神さん綺麗ありがとう。マクールさん、マウナさん花びら。シソンノーローさん桜餅。シェンさん石川先輩ハート。マチャルさんお断り。サワッチョさん、トモッチタン、クアドリさん、シュンちゃん、ミギタピポさん、シュンさん、ウゾムゾさん、コウジさん、花びら、ヒロヤさん、カズノシンさん、シュンボウさん、ハト、アンバさん、サクラモッチ、トモッチタン、サクラモッチ、アルテミスさん、ハート、ありがとうございます。レストさん、花びら、ガトーショコラさん、スタメンさん、花びら、水さん、お疲れ、クラさん、歯車、さとこさん、リレンさん、花びら、中田田さん、お断りです。スワッチャさん、さくらもち、スカイファイルさん、ネロケンさん、ハート、いっくん、クロさん、花びら、マーくん、お断りです。サノッチさん、しんいちさん、ふくちゃん、花びら、コウさん、かわいい、ありがとう。ふくちゃん、お団子もありがとう。辻田曽さん、ハート、コウさん、お断りです。しそのうろさん、花びら、かずやさん、さくらもち、いはくさん、花びら、ありがとうございます。こんばんは。目が、やばい、目が眠たいモードに入ろうとしてる。乾燥してきた。千葉さん、お断りです。コウさん、お断りです。たかしんさん、花びら、ありがとうございます。あ、TikTok 見てくれた？ありがとう。TikTok また上がってました。多分これで最後。本当に最後だと思います。前回のが最後かと思ったら、今日上がってるやつが最後かも。TikTok 持ってないよって方は YouTube にもあるので、ぜひ、です。YouTube はアカウントなくても見れてると思うので、ぜひです。ショート動画。こんばんは。よかったらいろいろコメントとか高評価とかそういうやつもお願いいたします。わわわさんお疲れありがとう。クロさんバラありがとう。そうでもさ、高崎綾子4人とも本当は九州なんですよ。本当は九州なんだよね。愛子は関西だけど、愛子はね、去年のツアーの時もだけど凱旋公演めっちゃしてたから、あの人凱旋する場がめちゃめちゃあるんですよ。ふるさとがいっぱいあって、愛子も九州の血が流れてるから、そう高崎綾子の方言動画はちょっとね、本当は九州、アイコジのやつはね関西弁だったけど本当は九州です。ゆうたくんお断りです。テキサスのロンスターさんバラありがとうございます。陣内さん花びら、ゆうたくん寝坊したありがとうございます。ダーソクさんハートありがとう。カズノシンさんかわいいありがとう。しんいちさんバラ、まさかさん花びら、ともっちさんアイスありがとう。そうですよ、なんか出会ったばっかりぐらいの頃に私も長崎にゆかりあるんだよねみたいな話をしたことあるから、そうでもあちこち
ちこちふるさとがあるのはとても良い。私は長崎と佐賀の病院生まれだから、佐賀の病院で生まれたので本当は佐賀生まれです。でも長崎生まれ長崎育ち、病院が佐賀なだけで住んでた場所は長崎だから、お母さんが佐賀の人だから佐賀の病院で生まれたけど長崎。こんばんは。佐賀、今年はバルーンフェスタに行きたいな。こんばんは。パリ？私やばい、日本語も上手に喋れないのに英語なんて全然喋れない。さんちゃんだよ、花びら、それからさん、ハート、ミッチーお断りです、ありがとうございます。そうだよ、 SAGA サガーだよ。 SAGA サガーの病院でおぎゃーしました。バルーンフェスタ行ってみてほしい、写真撮ってみてほしい。どんな風に見えてるんだろう。普段さ、ライブでカメコしてくださってる方々の普段見てる世界を見たい。どういう画角で見てるんだろう、気になる。いつか行ったら見せてください写真。こんばんは。今日はね、鶏もも肉の生姜焼きを作りました。鶏もも肉の生姜焼き、玉ねぎともやしと鶏肉と焼肉のタレと生姜を炒めるだけの超楽ちんご飯でした。そしたらもう眠たくなっちゃった満腹なって眠たくなっちゃいました。しんさん、花びらありがとう。来月の神戸カメコで行くよ、待ってます、よろしくお願いします。ツアーのストーリーがどうなるのか私もドキドキ楽しみにしてるのでね、来月にはもうツアーですね。あのね、今週末にみちゅさんの卒コンがあるんですけど、もうひなさんの卒コンに向けても動き始めてるので、だから早め早めなのかな、ツアーがあるからかなと思って、ツアーのレッスンも楽しみです。私レッスンがすごく好きなんですね。研究生の頃から多分ショールームでもよく言ってたんですけど、レッスン好きで、一人で自主練してもさ、自分の感覚でやってもそれも上達するけど、なんか違うところとかさ、角度とかそういうのに気づけなかったりするので、動画とか見ても。だから誰かとメンバーと踊ったりとかするの好きだから、こういうレッスン期間はね楽しいですね。しんいちさん、ペンライトありがとう。レフトさん、ハート。コウさん、花びらありがとう。クックさん、花びらありがとう。広島到着いつだ、いつでしたっけ、もう少し当たってるかな、当たってるといいね。でもいっぱいあるからね、広島通学公園もあるし当たりそう。ナルシさん、花びらありがとう。あ、明日か、明日到着何時、18時、ひー、きっと当たってるでしょう、待ってます、よろしくお願いします。持ち肌さん、お団子ありがとう。ナルシさん、花びらありがとう。かっこ悪い大人を懲らしめました、何それ、アンパンマンの仕事してる、何の仕事してるんですか仮面ライダーとか
の中の人なの。トニーさん、花束10個ありがとう。とっちゃん、そらすかさん、花びらありがとう。そうだね、最終日も岡山も新しい会場みたいな言ってたからさ、リネタンが楽しみです。とっても岡山、久々岡山。あ、そうでもないかも。この前香川行くときにちらっと駅は利用したけど、降り立つのは久々かもしれません。楽しみです。スタメンさん、ハートありがとう。あ、メール届いた。そう、今ねみかんがすっごい食べたくて、柑橘系が食べたくて、瀬とかっていうみかんがあるんだけど、瀬とかを注文しちゃいました。瀬とかあんまスーパーで見ないからさ、もうどうしても食べたいって思ってる時にみかん食べたいと思ったら、 TikTok かな、なんかでさっき流れてきて、瀬とかが、わあもう瀬とか食べたいって気持ちになって注文しちゃいました。大奮発。瀬とか知らない、知らないも美味しい、瀬とかも美味しい。なんかちょうどいいさ、甘すぎず酸っぱすぎずみたいな、ちょうどいい黄金比って感じがします。楓さん、花びらありがとう。瀬戸か、瀬戸か、皮が薄いんですよ、瀬戸か。身がギュッて詰まってて。え、今日食べたの？ん？私も食べたい、みかん食べたい、めっちゃくちゃ。みかん、みかん恋しい。最近さ、スーパーでみかん買ってもなんかちょっと傷んでたりとか、なんかね、これだってやつに出会えなくって、最近いいみかんに出会えてなくてね。フルーツってさ、時期によってとか品種によって違うから選ぶのが難しい。ガモーさん、花びらありがとう。そうだよね、みかんの時期終わりよね、そろそろね、冬だもんね。でもいちごも終わるね、やだね。まあ、夏は夏で美味しいものがあるけど、早く梨を食べたいです。梨。ひろゆきさん、お断りです。しんちゃんさん、花びらありがとう。みかん、え、そうなの、高くなってんの今。でもなんか去年とかより高い気がしてた。そうなんだ、やっぱ高いんだ。私の近所のスーパーが高いのかと思ってました。もっとね、安いイメージあったけど、最近結構する。アシーさん、花びらありがとう。ドンキのみかんの缶詰、え、見たことあるよ、家事やろうかなんかでやってた。超おっきいやつで、それにゼラチンを入れるとゼリーになるみたいな、見たことあるよ。缶詰最近食べてないですね。白桃がいいです、缶詰。ショウさん、お疲れありがとう。何でも円安なんですか？もう何でもかんでも円安。瀬とか1箱4000円。高いね。お高いよね、瀬とか。だから私も年に何個かしか食べれてない。でも今日は買っちゃいました。最近食べてなかった、ここ1年ぐらい食べてなかったから。そうだよ、
アイスを我慢した分のお金で。カズヤさん、ハートありがとう。いや、フルーツ高いですよね。わあ、こたつね、いいですね、こたつ。しんいちさん、交番ありがとう。ベニマドンナ、よく聞くやつや、ベニマドンナ。こんばんは。ね、フルーツ高いけど美味しい。私はパイナップルも好きよ。何？小原紅わせ、小原紅わせ、なんだろう、わせはわかるけど。としさん、ラブレター。ひろし BKK さん、にしさん、ロスゴールペアドレスさん、花びらありがとうございます。ちんさん、花びらありがとう。わっちさん、ハートありがとう。パイナップル、パイナップルはスーパーのやつ、スーパーのパックで売ってるやつをよく買います。むくみ対策でめっちゃ食べる。酢豚にパイナップル、うん、全然許せます。あってもなくてもどちらでもって感じ。でもあるとアクセントになっていいよね、さっぱりして。ハラシーさん、ハートありがとう。むくみ対策、桃ね、桃も好きだね。私フルーツ好きですね。でもフルーツもヘルシーだけど摂りすぎると糖分だから良くないって言うので、ほどほどにしなきゃ。美味しいけど。サラダにリンゴ、あ、給食とかであるやつ、ソースによる、ソースによるけど、私はサラダにリンゴあったら先にリンゴ食べちゃいます。別に入れなくてもいいかなって感じ。はじめだよさん、ハートありがとう。リンゴは皮付き、皮付きが好きよ。シャキシャキして美味しいし、栄養があるっていうよね、皮。ね、なんでサラダにフルーツ入れようってなったんだろうね。酢豚とか。リンゴ、リンゴは一時期ハマってましたよ。私めちゃくちゃハマって、いろんな品種食べ比べとかしたけど、食べ過ぎて飽きて、もうかれこれ2年3年経ちます。本当にハマってたんですよ。いろんなスーパーに行って、八百屋さんとかスーパーを巡ってリンゴコーナーに行くのが趣味ってぐらい本当にハマってたの、結構長い期間で。食べてこれが何の品種か分かるってぐらい結構ハマってたんだけど、ちょっと食べ過ぎちゃってね。その後ハマったのがさつまいも、ハマって農家さんからお取り寄せして食べたけど、食べ過ぎてまた飽きて。結構長い期間ハマりますよ。私オートミールここ2、3年ハマってるじゃないですか。2年ぐらいかな、ハマってるけど、ちょっと最近飽きてきたんですよね。だから2年周期かもしれない、私の食べ物ブームは。オートミール未だに食べてます。うん、食べ過ぎてるからだよね。でも食べ過ぎてる割には飽きてない方だと思う。めっちゃ食べてるもん、ほぼ毎日レベルで、なんなら3食レベルで、1日3食とかで食べてるから、そりゃ飽きるわなって。次は何かな、ブーム、なんだろうね、みかんかな、なんかね。こんばんは、
みかんかもしんない。背とかでも背とかはちょっとね、簡単に頻繁にいっぱい食べれないから背とか貯金をしないと。森誠二さん、お団子ありがとうございます。あ、そうだった、私グラノーラ作るんだった。そうです、電子レンジが届いたらグラノーラ作りをします。エボルタさん、花びらありがとうございます。広島、え、桜開花宣言、嘘、今日、え、咲いてんの、こんなに雨降ってる日に。めっちゃ雨強いの今日。久々にびしょびしょになって帰ってきた、ズボンが。しんいちさん、花びらありがとう。レンジ、オーブンレンジ買いました。オーブンレンジの詳細は昨日の配信でめっちゃ説明したから、ちょっとまた届いたら言うね。今日は省くね、どういう理由でどういうのにしてっていうのめっちゃ昨日か一昨日か話しちゃったから、届いたら、届いて使ってみて楽しみです。明日は外での仕事なのに一日雨予報、わー、それはやだね。私も外の時に雨降ったらめっちゃやだ、ロケとか。でも晴れすぎてても大変だね、外だったら。まずは芋また炭を作っちゃう、私炭爆誕。週末20度超えの地方が出てる、え、そうなの、そんな暖かくなるんですか、最高じゃん。じゃあもうダウンジャケットとはさよならかな。私さ、白いダウンジャケット着てるんですけど、もう袖周りとかがすっごいの、もう汚れて黒ずんで。ダウンジャケットをだからクリーニングに出さなきゃいけません。そう、毎日着てるからね。あと私があの冬にめっちゃ使ってるあのモコモコの持ち手もモコモコのバッグがあるんですけど、なんかね、私がレッスン行く時も東京とかでお仕事ある時とかでもどこでも持っていくからさ、もうすごいね、もうヘタヘタなってきてて、あの毛の長いカーペットとかってさ、よく座ってるとこだけこうクタクタなってくじゃん、こうもうこんなしおれて元気なくなるじゃないですか、で黒ずんでいくじゃないですか。そんな感じで私のバッグさ、すっごいもうクタクタで、いや、なんか薄々気づいてたんですよ、クタクタになってきてるなって。でこの前サーヤンとお仕事一緒の時にサーンが色違いのバッグをたまたま持ってってね、サーンのバッグと並べてみたらもう全然色が違くて、色も私のやつ黒ずんでるしもう毛もクタクタで、ちょっと記念写真撮ったのでまたメールかなメールに載せます。 X にはもう載せれないぐらいクタクタなので、ちょっとメールで証拠写真を送ろうと思います。大変、もう本当にモコモコってさ、冬の間しか使えないから今のうちにいっぱい使わなきゃと思って、元取らなきゃみたいな気持ちになるじゃん、モコモコ系って。パジャマとかもさ、靴下とかもさ、したら使いすぎちゃいました。お仕事終わってないけどテレビ見たいので家に帰ってやります。なんだそれ、ねえ、小学生みたい、小学生みたいな理由は、宿題終わってないけど遊びたいので遊んできます。気をつけて帰るんだよ、帰ったらちゃんとお仕事を頑張るんだよテレビが見たいの。ちょっと iPad に同期されてないかな、この前撮った写真。
されてません。残念ながらされてませんでした。一向に同期されないんだけど、最近私の iPad じゃん。されてなかったのでまたメールで送りたいと思います。もう3月の上旬ぐらいから多分されてないと思う。ちょっと待ってくださいね。私の最新写真はビヨン、何日まで同期されてんだろう。本当に全然だよ。1月の17日。あれ1月17日以降同期されてません。おかしい。3月上旬どころじゃなかったです。あの前回16人で出演したジャパンアイドルフェスティバルの写真が最新なんですよ。あれだからいつもさ、配信で写真見せようと思っても見せれないんだよね。なくてね、時間かかっちゃってる。頑張ってほしい。なんでなの。今は3月25日だよね。もう2ヶ月半ぐらい前だね、これはね。おかしいなあ。あ、 Wi-Fi、 いや、つながってる。 Wi-Fi つながってるけど、充電もね、一応してるときはしてるんだけど、ダメですね。おかしいですね。まあ、いつか同期されるでしょう、きっと。そういえば、今日はとってもびっくりなお知らせがありまして、瀬戸内 PR 舞台の映像がまた公開されることになりました。あさってからです。あさって水曜日から PR 舞台の初日公演昼夜が公開されます。イエーイ。映像倉庫です。映像倉庫にて公開されますので、よかったらチェックしてください。お願いします。たまたまレッスン終わって帰ってきたら X のおすすめ欄に流れてきたんですよ、映像倉庫のアカウントが。でそれで気づいて、えっと思ってお知らせしたけど、普通に私の応援アカウントに負けて悔しい。悔しい。タイミングがちょっと遅かったです。あと15分ぐらい早かったら私が一部だったのに負けてた。次頑張ります。早いですな。ジャーパングさん、お団子ありがとう。いや、次回頑張りたいと思います。うん、悔しいよ。あのね、 PR 舞台の初日公演は初日だけあることが違いまして、 PR 舞台5会場 ?5 箇所回ったんですけど、初日の横浜だけ衣装のある部分が違います。さて何でしょう、何だと思いますか皆さん。何でしょうか。ちょっと写真遡るね。衣装のある部分です。何ですか、何ですか。何だと思いますか。正解は、正解写真あるかな。あ、正解はですね、正解はこちら。ボン、ドゥン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 、じゃーん、靴下がありません。初日公演だけ素足でした。もともとは素足だったんですよ。でもこのヒールが高すぎて、で結構踊る曲シングルメドレーだから
あの暗闇から花だれとか結構踊る曲が多かったんですね。この衣装着て踊るブロックがで、みんなが靴ずれしすぎて初日公演で、で次の会場からあの靴下が導入されまして、で遠くから見たらわからないぐらいのベージュの靴下を履いてます。実はそう、なんかの公演かなんかでそう話したことあるんですけど、そうなんです、靴ずれしすぎ問題で靴下が追加になりまして、靴下あるの写真でわかりやすいのあるかな、あ、ありました。こちらですね、じゃん。ちょっと私の履き方汚すぎるんだけど、ちょっと他のメンバーの足に、あ、ちょっと他のメンバーの足にしますね。あのこんな感じで肌にこう溶け込んでる、遠くから見たら分かりにくいような色味の靴下が導入されておりますので、初日公演だけ素足でございました。実はちょっと私の靴下がさ汚すぎてびっくりしたんだけど、こんなにヨレヨレなることはありますか？ヨレヨレすぎたよ。今思ったらさ、他のグループさんの姉妹グループさんの劇場いたのすごくないですか？ね、これね NMB さんの劇場なんですけど、この後ろのライトのところを STU にしてくださったんですよ。見える？ STU って作ってくださって、こうやってすごくない？とっても楽しかったです。でももう2年前なんだって、そんな楽しい記憶も。おかしいね、時間の経過が早すぎませんか？もう2年前だそうです。まあ1年半前、私と沖さんが長崎に行ったのも全部過去の思い出になってしまいました。大阪住まいなのに当たらんかった。でもそういう人多かった。ツアーの宮城も、宮城に住んでるの当たりませんでしたって方いて、そうなの。だからリベンジしたいですよね。まあもう2人卒業しちゃうんですけどね、5人になっちゃいます。 A ちゃんハートありがとう、ありがとう。そうだよ、5人になるんだよ。見て SKE さんの劇場、じゃんじゃんじゃん、すごいよね。よくさ見てたやつ、よく見ていたこのさシアターの入り口すごかった、ワクワクしました。 HKT さんの劇場は私が通ってた頃のファン時代の劇場ではないんですけど、新しくできたばっかりだったから違うけど、それでもね完成した後にあやぱんとこっそり見に行ったりしたんですよ、外観だけ。だから中に入れて感動しました。とっても嬉しかったし、メンバーさんにも会えて幸せだった。また行きたいです。激カワ写真です。めーん、両サイド卒業しちゃう、寂しいです。見て、坂口莉子さんの壁写にバイバイってして帰ったまた来ますってして帰りました。でなんか HKT さんの劇場って外に歴代のジャケ写が飾ってあるんですよ、展示してあってね。推しメンがいたので指ハートしときました。これ推しメン
駒田ひろかさんがそう飾ってあったから指ハートして帰ってきた。2年前の記憶、のぶろうさんハートありがとうね。また出張公演したい、出張公演したいです。あ、これが出てきたよ。あれ、また違う。ねえねえ、勝手にスライドショーされた。違うよ、私が見せたかったのは。勝手にスライドショーされてペコちゃんのアイスさらされちゃったんだけど、違うよ、今見せたかったやつ違う、ペコちゃんじゃない。あ、これこれこれです、私が見せたかったのは。 STU のサインが書いてあるバースです。これはこれも思い出。うん、ペコちゃんじゃなくてね、こっち、これは江田島にあります。探してみてください。今もあるのかな、今もありますか。これ江田島を走ってるバスの中に、バスの左側の壁にマイカーメンバーのサインが、まだノアピア加入する前なんですけど、ユミリンさんのサインもホノタンさんのサインもミホのサインもあるので、バスのね上のところに、窓の上ら辺にあるので探してみてください。懐かしい写真ばっかり出てくる。これはね、この写真は何かというと、STU が M ステに出る時の写真ですね。レッスンがあったんですよ、この日。で、私はこの時はまだ選抜メンバーじゃなかったから、そう、歌番組とか出れるのすごいなって思ってた。今も思ってるけど、もう私にはもう夢のまた夢だなって思った時の写真で、そう、パンちゃんと一緒に見たの。ドキドキするねって言って撮った写真です。レッスン場の大きいモニターでね、 M ステを見たんですよ。でワイプに ST のメンバーが映るたびにはしゃいだりして、わー映ったーとか言って見たの。でも一人で見ると、最初一人で見ようと思ったんです、お家で。一人で見るとね、あの、わーすごいってなった後に、なんで自分ここにいるんだろうみたいなモードになっちゃうから、一緒に見たいって言ってお願いして、スタッフさんにもお願いして、レッスン場で 見たいですって言って、大きいモニターで見たいですって言って、そう見たんですよ。懐かしい写真。そうなの。こんばんは。でも写真を見るだけでもやっぱりその当時の記憶が蘇ってきますね。 M ステの生放送の前の日はラーメンを食べに行ってます、私は。ソラハさんと、ソラハさんが次の日 M ステだったから、あの、むくんでちょうどいい感じになるかもとか言って食べた思い出がある。うん明日頑張ってねとか言って食べた。あとね、超懐かしい写真を見つけました。カドピーの靴下です。カドピーっていうのは、あの、 STU48 のクラコンっていう2期生がやってる番組の元プロデューサーさん、もう定年退職されたんですけど、カドピーがもう番組のいじられキャラみたいな感じでグッズ化されたんですね、靴下として。
その写真が出てきた。え、さやかりんの髪がめちゃくちゃ短い。めっちゃショートカット。カドピね、またこの前お会いしました。久々に戻ってきたらしいいつの間にか戻ってきてて、この前久々にあの前回の出演の時に収録でお会いしました。そうなの、もう一生会えないぐらいの感じでお別れしたのに全然会えました。でも最近会えてないです。私最近クラコン出てない。クラコンちょっとネタ考えなきゃ。ネタを考えます。カドピーは一緒に収録とか、収録中もずっと目の前でずっと真顔で座ってます。うんってして、二人でなんかコーナーをやるみたいなやつがあって、全メンバーカドピーのお悩み相談室みたいなコーナーの時に、なんか歯が痛い話をしたんですよ2年ぐらい前に。そしたらこの前久々に会ったら、最近歯はどうですかって言われました。私歯が悪い子みたいな印象になってたんだけど、気づいたら全然私歯は丈夫です。多分その時親知らずを抜いたみたいな話をしたのかな、なんかそれかなんかで、最近歯はどうみたいな言われて歯の心配をされました歯はめちゃめちゃに丈夫だよ。私なんて言ったってアイスをいっぱい食べるんだからね。え、ゆうぴょんハートありがとう。うん、パじゃなくて歯だった。歯、歯、歯、歯。ね、本当だよ。記憶のされ方がさ、多分そこが印象に残ったんだろうね。きっとね。ジロくん、メロンのあそこさん、花びら。辻田沙さん、ラブレターありがとう。こんばんは、こんばんは。ピスタチオのケーキ食べてない。私はチョコでした。おみかんさんありがとう。よしひろさん、花びらありがとう。ね、 YouTube でしょ。出たいんですよ私。ずっと YouTube 出たいですって言ってるのに、全然レギュラーにしてもらえなくて。そうなの。やっと田んぼ会で選ばれたって喜んだもつかの間、一回きりでした。立候補してるんだけどな、私出たいですってスタッフさんに。アイスの企画してくださいって前ね、田んぼの時に言ってみたけど採用されなかったです、残念ながら。みんなが要望を送ってください、コメント欄でパセリをお願いしますって。お願いします。そう、卒業するからね、みちさんとももちゃんが。かその枠も私にしてもらえたらと思うんですけど、ちょっと今のところ何も予定はないですね。今のところ何もないです。だからみんなが推薦してください。推薦、まあほぼ強制的だけど、ぜひ推薦してもらえたらと思います。しんいちさん、ゲームギフトありがとう。あー、目が閉じてきた。あ、でももう46分なのか。またダラダラおしゃべりするとこでした。今日は10時に終わるね。危ねえ、危ない。YouTube 出たら、でも何でも挑戦したい。アイスの やつがやりたいって思ったけど、
なんか自分がやったことないことに挑戦してさ、新しい趣味ができるのもいいと思うし、なんか苦手なことを克服するとか、自分の視野にないものとかに挑戦するのいいなと思うんだよね。なんかさ、瀬戸利とかもさ、自分が考える瀬戸利よりも誰かが考えた瀬戸利とか見て新しい曲に出会ったりとかあるじゃないですか。そういうのとか、自分の知らない自分のことも知れるし、なんかお願いしたいですね。パセリに合いそうな企画を。としやさん、バラありがとう。そう、個人ファンクラブアップしたよ、アップしたよ。ちょっと今長編のやつを作っててさ、全然終わらないの、全然終わらなくて困っています。ロデムさん、お団子、アルさん、桜餅、しんちゃんさん、花びら、アルテミスさん、ハート、ありがとうございます。いや、バンジーは本当にいいです。もうだから後悔してるけど、ストチャレの動画見ましたか？みんなストチャレの動画公開されてるんだけどさ、昨日おとといぐらい、おとといか、昨日がリコチでおとといが私なんですけど、あのバンジー飛んどけよかったっていう気持ちはあるけど、でもいざ飛んでくださいって言われたらやっぱ無理だし、うん、飛んだったらなんか変わったかなとは思うけど、じゃあ飛んでどうぞって言われても別に飛べる自信はないです。でも後悔だけはある、一丁前に一丁前に後悔だけして、あの自信もなけりゃ飛ぶ勇気もありません。マッチさん、花びらありがとう。バンジーね、まあいつかリベンジがあれば、うん、リベンジがあればね、ちょっとみんなも行ってみてほしいね、あの場に。ね、そう、どんどん飛んでいきましょうって人ごとのように書かれてた。私はあの瀬戸チャレがいつか復活とかしたらまた行きたいなって思ってるだけで、他のまた違うやつで行くってなったらまた思いは違いますね。瀬戸チャレお帰りスペシャルみたいなとか、特番スペシャルみたいなのがあれば、まあちょっと本当に今度こそ頑張りたいかなっていう感じです。うんうん、極力飛びたくないかなって感じです。うん、ツアーの時行ってみてくれる？本当？じゃあ行ってみて、飛んでみてください。そう、あそこでもたもたしたらね、やっぱダメですね。もうすぐ決めないとダメだった。でもすぐ行くのもね、きっと良くないよね、バラエティ的にはね。難しいですね。レネさん、花びらありがとう。まあいつかひとちあれが復活するのであれば、ずっと出たかったから ね、出たいです出たいですって言ってたから。今日はね、テレビ派っていう広島の番組見てたんですよ。夕方のなんか情報番組みたいなあるじゃないですか、各県のテレビ派っていう、あの千穂さんとかがさ、ご飯食べたりするロケのやつとかの番組なんだけど、その番組で見てたらね、卒業生の藤原あずささんが CM みたいな感じで出てきて、はっ、あずさんだと思って写真を撮っちゃいました。ああって思って嬉しくなって写真を撮ったんですよ。そしたらその後にご本人のツイートが上がってて、
登場してますみたいな。だから本当にレアだったっぽい。今日からなのかな、わかんないけど。あ、岡山でも流れたの？え、あれよね、銀行みたいな、銀行のやつ。エジリン、お団子ありがとう、ありがとうございます。2期生が入ってすぐに卒業されました。うん、数ヶ月かぶってました。2ヶ月3ヶ月ぐらい、なんか本当に短い期間かぶってた、かぶってました。本当に若干だから直接の関わりはなくて、卒業後に本当初めましてみたいな感じだった。多分さ、卒業するから新しく帰ってきた子のこともわからないまま卒業されて、前に公園に来てくださったんですよ、マイカー公園に。でその時に楽屋でご挨拶しました。尾崎セリカですって言ってお話ししたけど、私は普段テレビで拝見してるのでもう緊張してドキドキした。この前も番組でご一緒したんですけどね、コメントがすごい、もうすごすぎて。そう、ストチャレももともとはあずささんが活躍されてた番組だからね。こんばんは。え、そろそろ終わり？テレビの録画機能がなんか始まった。54分、早っ。もう54分。おみかんさん、お団子ありがとう。もちはなさん、みやりん、ハートありがとう。ちょっとチャレ、寂しいですね。ちょっとセブン推しの方々は特にロスだね。こんばんは。みんな明日も頑張ろうね。明日は火曜日だよ。何するの？明日もお仕事、学校、頑張ろう。早起き、早寝早起き、ご飯、お風呂、頑張ろう。マリオ2さん、花びらありがとう。4時起き、え、どうございました。4時起きやばい。ひー、健康診断があります。もう寝なきゃ。それもはい。わあ、もう食べれないじゃん。よかったね、今日のパスの配信飯テロ少なめで。やばいね、健康診断。私はすぐ寝れます、意外と。疲れてる時は、と寝れない時は寝れない。朝まで起きてショールームして寝る。朝まで、もう5時でもね、朝まで起きてショールームして寝ようと思う。4時とかまで、あ、やばい、もう4時だ、あと1時間後にはショールームができると思うじゃないですか。でもよし起きようって思った瞬間眠くなるんですよ。はぁ、あ、タイミングが合わないんだよね、睡魔との。うまくやってきません、睡魔と。なかなか馴染めなくて仲が深まりません。本当に。ごんべんさん、桜餅ありがとう。あるさん、花びらありがとう。
お酒控えましょうって言われた。控えましょう。パセもアイス控えましょうって言われたから控えてるよ。ねえ、病院の先生に控えましょうって言ったらもう控えるしかないんだもん。だってねえ、まあ、控えない人もいるけど、私のお父さんとかダメだけど、わあ、やっぱ柑橘系が食べたい気持ちが収まらない。さっぱりしたいですね。あのね、計算間違いしてて1日1アイス生活、今日が10日目でした。1日ずれてました。あのサバ読んでました。本当は今日が10日目でした。無事達成です。達成。今日はお菓子もゼロでした。昨日はお菓子というかケーキあったんですけど、順調でございます。頑張りやす。でも最初もう我慢の時期はもう抜けたって感じがする。今日は何食べようかなーの気持ちになってるから、今は我慢感はなくやれてます。でももしかしたらそのうちきつくなるかもしんない。あ、59分、終わんなきゃ。おっさんハートありがとうございます。よし、終わろう。終わりますよ皆さん。壇上タイムいきます。13位福ちゃん、12位しんいちさん、11位おみかんさん、10位ともっちたん、9位くわどりさん、8位わうわうさん、7位かめさん、6位とにさん、5位かずのしんさん、4位しんちゃんさん、3位よしひろさん、2位ゆうたくん、1位辻たそさん、ありがとうございます。今日も見てくれてありがとうございました。月曜日お疲れ様です。また明日以降も頑張りましょう。今週末はみちゅさんの卒婚なので、皆さん1週間みちゅさんへの気持ちを高めて過ごしてください。それじゃあおやすみなさい。またね。バイチャラポー。おやすみちゅー。